こんにちは、フルート大好きミミュです。皆さん元気ですか？お盆がねもう終わろうとしておりますけれども、はい、まだまだね暑いですので、はい、気をつけて過ごしてくださいということで、はい、今日なんですけども、まず、はい、今日演奏する曲名はバッハさんのね、ソナタ第4番から一番最初のとこね、シチリアーノカッコラルボということで、この曲ねすごく素敵なので、ちょっとぜひ吹いてみたいということで、今日吹いていきたいと思います。私がですねこの曲に出会ったのは、私バッハさんすごい好きなんですけど、バッハさんの曲はね本当にこう疲れた時、精神的に落ち込んだ時にすごくね寄り添ってくれる曲だと思っていて、そういった時にねいつもお世話になってるいつもね助けてくださってる曲になるんですけども、はい、本当にねバッハさんの曲は素晴らしい曲で、はい、曲が多いんですけども、でね、そのバッハさんの曲でフルートの曲ももちろんよく聞くんですけども、特にねピアノの、ね、演奏の方のも聞くんですよ、バッハね。でその中でも私が特に、ね、好きなピアノ奏者さん、ピアニストさんがいらっしゃって、グレン・グールドさんね、もうお亡くなりになってる方なんですが、グレン・グールドさんね、カナダ出身の、天才ピアニストと言われている方なんですけどね、がバッハが特に好きでよく聞いています。でグレン・グールドさんはねちょっと話によるとちょっと変わっていらっしゃったということで、すごいね有名ですね、専用の椅子、ちょっと低めのねもう専用の椅子を、持ち歩いて、もう本当にボロボロになったねご自分専用の椅子を、で椅子じゃないと弾かれてないんだと思うんですね。それを持ち歩いて演奏会に行かれたりね、あとは途中からも演奏会自体をねやめられて、録音ですね、録音技術が上がってきたから、僕はもう演奏会コンサートじゃなくって、もう録音の方で曲を発表していくっていうので、もう本当に演奏活動をねピタッとやめられて、若いうちにねはい、やめられた方で、独自の音楽理論というかね、理想の音楽っていうのをね追求されていた、ちょっと変わった方っていうね天才的な、天才な方っていうことで有名なんですけどね、その方の曲がねすごく好きでよく聴くんですよね。でその中で私結構 DVD もいくつか買ってるんですけども、その中の DVD の中でね私ちょっと知らなかったんですけど、バイオリニストさんと共演されてる、デュオされているのがこの曲をされてて、前編ね20分ぐらいなのかな、あるんですけども、それをね演奏されてる曲にも特に惹かれましてですね、もう何度も何度も聴いてたんですよね。そういった時に、あ、これなんかフルートでも吹きたいなって思って、なんか楽譜って、私が聴いたのはバイオリンとピアノのデュオだったので、フルート版でないのかなと思って、探してたら、なんか持ってるねバッハさんの曲集の中にこの一番最初のシチリアーノラルゴの部分だけ抜粋して曲集に載ってたんですよ。で、おお載ってるじゃんと思ってですね、それで練習を、はい、最近してるんですよね。本当にとっても素敵な曲なの で、そんなに、ね、難しいすごい速いパッセージとかもないので、私のような初心者さんにも取り組みやすい曲なので、結構おすすめなんじゃないかなと思って、おすすめっていうことも含めてね今日演奏していきたいと思います。でね誰のことにっていうか、その曲集の中の一部なので、この一番最初のシチリアーノの部分しかちょっと楽譜がなくってね、最近も全楽章載ってる楽譜も別にちょっと注文したので、他のねところもすごい素敵なのですよ。全部ね4つぐらいに分かれてるのかな、全部素敵なので、はい、それもね今後楽譜が届いたらはい、好き勝手にまた吹いていきたいと思っています。ということで、はい、すいません前置き長くなったんですけども、そういった形で出会った曲なので、よかったら聴いてください。はい、また一発撮りなんでね、すいません。
ました。あ、悔しい、間違えてしまいましたということで、はい、はい、なかなかね、まだまだ、はい、私のようなレベルでは、まあ、ゆっくりな曲なんですけどね、ちょっと間違えちゃいますね。と頑張って練習はちょっとしてたんですけどね。ということで、はい、現状の演奏になります。はい、またね、楽譜買ったので、この曲のね、ソナタの4番多分全編ね入ってるやつ買えたんじゃないかなと思うので、ちょっと高かったんですけど買ったんですよということで、それが届くのを楽しみにね待っていたいと思います。はい、今日の演奏後のねお話なんですけどね、ね、夏休みでね、フルート合宿ね行かれてる方の写真をですね、X の方でね見させていただいていて、すごくね羨ましいんですよね。私もフルート合宿ね、もういつか参加したい。本当に素敵なフルート合宿がねありますよね。もうぜひ参加させていただきたいと思ってるんですけどね、私ちょっと休みがね取れないんですよね。で、特にこの皆さんが世間のお休みは私基本仕事なので、まあ、この仕事環境からねまた無事に卒業できたらですねぜひ参加させていただきたいなと思っていますね。まあまあ時間がねなかなかねこう自分で希望級っていうのが出せないんですよね。はい、ということで、はい、皆さんの楽しそうな合宿姿を見て、はい、羨ましいなと思いました。その中でね皆さん筋トレね朝からされてたりね、合宿だから時間があるからですね、筋トレからね体をほぐしたりしてされてるような様子がね写真から見受けられて、あ、筋トレかと思ってね、その写真を見てね、こんな感じでうつ伏せでね、こうなんか体を支えてるような写真があったので、あ、なんかちょっとやってみようと思ってやったら、すごいねお腹に効く姿勢でしたね。その写真のこううつ伏せでこう体を支えるっていうやつね、なんかすごいお腹に効いたので、まあ多分いろいろされてて一部の写真だったんですけど、その部分だけでもちょっと私真似っこしてね、お腹を鍛えてやろうと思ってですね、やっぱりねフルートお腹本当に大事だなって思って、年々感じますよね。あとコメントなんかでもね、もう長くやってるけどやっぱフルートのお腹を使って吹くっていうのがやっぱり難しいですっていう風に書かれてる方がねいらっしゃって、やっぱりそうですよねって本当に共感しかなかったですね。もう本当にお腹が使えないと多分いい音出ないし、上手にねこうフレーズもね吹けないんですよね。もう本当に一生の課題になるんだろうなと思いますし、まあ、徐々にねちょっとずつでいいから鍛えてちゃんと使えるようになりたいなっていう風に改めて思っているところです。はい、趣味で頑張られてる皆さん頑張っていきましょうね。あと素敵な曲をまた出会えたらご紹介していきたいと思うので、ぜひぜひまた聴いてください。いつもお聴きいただいて本当にありがとうございます。ではでは。